本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 リアクション OK、 よーい、スタート。どうも皆さん、こんにちは。カントクラブのカントです。今日はゴルフを楽しむ、特にゴルフ初心者さんアイテム、ゴルフレーダーについて紹介していきます。使いやすさ、機能性なども詳しく解説していきますので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。こちらでございます。表、サイド、上、下。では開けていきます。めっちゃおしゃれなポーチがついてます。上、ストラップ、カラビナ、タイプ C の充電ケーブル、マルチクロス、トリセツ、すべて日本語。ポーチ結構作りいいですよ。と、磁石、マグネット、いや、めちゃめちゃおしゃれ。触り心地めっちゃいい。後ろ、横で、これが本体、出します。おお、 MA800H、グリップ感、横 9.8 センチ、約 5.8 センチ、 3.5 センチ、重さ 134g。 ここで充電できます。タイプ C 充電、電源ボタン長押し。おお、すげえ、見える。このマニュアルというボタンを押すと、画面に線が出たり消えたりします。ここストラップ穴がついてました。ストラップつけてみます。ゴルフレーザーの重要性、ズバリゴルフ初心者の方にこそ、このゴルフ距離計、この商品は必要です。なぜかというと、ゴルフでスコアを出すためには、自分の出力とコースの状況を把握し、最適なクラブ選択をする必要がございます。日本のゴルフ場は 95% 近くが狭い場所や山を切り開いてゴルフ場として利用しているコースが多いです。そして初心者の方に多いのが、打つべき距離が分からず適当に打ってミスショットになってしまうため、初心者だからこそこのゴルフレーザーが強い味方になってくれます。軽量でコンパクト。こちらのゴルフレーザー、重さは 140g と比較的軽く、ポケットに入れやすいコンパクトサイズです。ポケットに入ります。取り出せます。そしてこのゴルフレーザーとともにセットで入ってくるこのバッグ、なんと嬉しいケース付き、腰につけて片手で簡単で出し入れが可能。めちゃめちゃおしゃれで、個人的にとても気に入ってます。ぴったりサイズ、音いいですね。付属しているこのカラビナ、ここにつけます。そしてベルトのここにつけます。こうセットで、使うときは空手で取り出せます。こんな感じです。また強力なマグネットが内蔵されているため、ゴルフカートのグリップやフレームにしっかり固定ができます。さらにこちら IP54 の防水防塵性能も備わっております。風や雨を気にせずゴルフを楽しむことができます。使用特徴について、測定距離範囲 800m、 レーザー波長905、瞳孔間距離 17mm、 タイプレンズは 20mm を使用しております。本体はこちら、ボタン2つ、こことここ、軽く押し込めるタイプです。ボタン2つで簡単操作、測定速度が速く、旗竿を素早くロック、目的物を識別する際振動で通知をしてくれます。また均一で高い透過率、高品質の多層膜コーティングを施した LCD レンズを採用、精度と正確性が高く、瞬時 0.3 秒間、裏前 0.5 メートルの高い精度で計測可能正確に焦点を合わせ、最適な明瞭度を確保してくれます。充電式タイプについて、こちらのゴルフレーザー 700mAh のバッテリーが内蔵されております。タイプ C 充電式のため、表示画面からバッテリー残量の確認をすることが可能です。ラウンド中突然電池が切れて困ることはございません。またボタンを操作しないで約30秒経過しますと、自動的に電源がオフになります。こ
ちらのゴルフレーザー、持ち運びしやすいポケットサイズ、便利なおしゃれな専用バッグもついて、こちらでぜひゴルフライフ、特にゴルフ初心者さん、ゴルフレーザーを使ってゴルフライフ楽しんでみてはいかがでしょうか。この商品興味が出ましたらぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。ゴルフレーダー、こんな商品もあるんですね。本番いきます。よーい、ゴルフ初心者さん、ゴルフをちょっと固め閉じられないので失礼します。望遠鏡レベルだ。ちょっと使ってみたくなりました。ゴルフレーダー。